クエリ最適化は多くのデータベース管理システムの持つ機能であり、クエリを実行する最も効率的な方法を決定する。クエリオプティマイザとも言う。クエリオプティマイザは入力されたクエリについて考えられるクエリ、実行計画群を評価し、どれが最も効率的か決定する。コストに基づいたクエリオプティマイザでは、個々の計画のコストを見積もり、 最もコストの低い計画を選ぶ。コストは、クエリ実行時コストであり、入出力操作数、CPU 時間、その他から決定する。評価されるクエリ実行計画群は、可能なアクセス経路と結合アルゴリズムの組み合わせから、生成される。探索空間は入力された SQL クエリによっては、非常に大きくなる可能性もある。 クエリ最適化をユーザーが直接操作することはできない。クエリがデータベースサーバーに対して発行され、パウサーが公文解析すると、その結果がクエリオプティマイザーに送られ、クエリ最適化が行われる。関係台数問い合わせ最適化も参照。クエリ最適化では、クエリ実行計画を計画ノードによる機構造で表現することが多い。計画ノードには、 クエリ実行に必要な一つの操作が格納されている。そのような濃度を木構造に配置すると、木の底から頂点に向かって中間結果が上がってくると見ることができる。格濃度には0個以上のコノードがあり、それらコノードの出力が親濃度の入力として使用される。例えば、結合濃度には2個のコノードがあり、それぞれが結合の2つのオペランドとなっている。 一方、相当濃度のの濃度は一つである。歯の部分の濃度はディスクを検索した結果を生み出し、例えばインデックス検索やシーケンシャル検索を行う。あるクエリ実行計画の性能は、関係を結合する順序に大きく依存する。例えば、3つの表 A、B、C を結合する場合、B と C を先に結合する計画の方が A と C を先に結合する計画よりも、 はるかに時間がかかる。多くのクエリ最適化では、自然結合の順序を動的計画法アルゴリズムで決定する。これは、IBM のシステム、R プロジェクトで採用された方法である。このアルゴリズムは次のように2段階で動作する。まず、クエリ内のすべての関係にアクセスするすべての方法を求める。クエリ内の各関係は、シーケンシャル検索でアクセスできる。 ある関係のインデックスがクエリ内の述語の回答として使える場合、インデックス検索も使用可能である。各関係について、オプティマイザは関係を検索する最も安価な方法を記録し、同時に特定の層とされた順のレコード群を生成する関係検索の最も安価な方法も記録する。次にオプティマイザは関係間の結合条件を調べる。 それぞれの関係のペアについて、オプティマイザーはその DBMS に実装された、使用可能な結合アルゴリズムを調べる。そしてそれぞれの関係のペアを結合する、最も安価な方法を保持すると同時に、特定の層とされた順の出力を生成する、結合方法も保持する。そして、上で求められた2つの関係の結合フェーズの結果と3つ目の関係も含めた、 クエリ実行計画のコストを計算する。このようにして、クエリ実行計画は、最終的にその関係についてのすべてのクエリの結合を生成する。注意すべき点として、このアルゴリズムでは、インタレスティングオーダーと呼ばれる、相当された結果を生成するクエリ実行計画も保持しているのである。動的計画法では、 あるクエリ実行計画と別のクエリ実行計画が同じコストなら相当順が良い方を選ぶ。これは二つの理由により行われる。まず、特定の相当順ではクエリ処理の後の方で余分な相当をする必要がなくなる。そして、うまく相当された結果はデータが固まっているため、その後の結合が高速化される可能性がある。歴史的には、 システム R のクエリ最適化は、レフトディープクエリ実行計画のみを考慮していた。すなわち、二つの関係の結合をまず言って、その結果と別の関係を結合していく。このヒューリスティックは考慮すべき、計画数を減らすが、最適なクエリ実行計画を見逃す可能性がある。このヒューリスティックは、イレコループなどの結合アルゴリズムでは、一度には、 外の関係の一つのタップルのみを必要とするという観測結果から出てきたものである。したがって、レフトディープクエリ実行計画では常にメモリ上に保持すべきタップル数が少なくて済み、外側の関係との結合計画は一つのタップルが生成されるまで行えばよく、その後内側の関係を検索する。その後、クエリ最適化は、 結合演算子の両方のオペランドが別の結合の中間結果であるような複雑なクエリ実行計画にも拡張された。そのような計画は並列コンピュータでは分割して平行に計算できるので特に重要となってきた。最近の関係データベース管理システムのデータベース言語 SQL によるクエリは関係台数における単なる制限と結合以上のことを行う。 特に、SQL クエリは、グループバイや、イグジスツや、ノットイグジスツを使ったセレクトプロジェクト、ジョインブロックの入れ子となっていることが多い。場合によっては、そのような入れ子型 SQL クエリを平坦化して一つの、セレクトプロジェクト、ジョインクエリにすることもできるが、常に可能というわけではない。入れ子型 SQL クエリのクエリ実行計画にも、 従来の動的計画法を使うこともできるが、そうすると、クエリ最適化にかかる時間は、どんどん大きくなってくる。そこで、いくつかの DBMS では、クエリのグラフモデルを使った、ルールベースの手法を採用している。クエリ最適化の最も困難な問題は、複数のクエリ実行計画のコストを正確に見積もる、ことである。オプティマイザーは、 クエリ実行コストの数学的モデルを使ってクエリ実行計画を見積もる。この数学的モデルはクエリ計画の結果の濃度すなわち組の数に強く依存している。そしてそれはさらにクエリ内の述語の選択結果の見積もりに依存している。従来からデータベースシステムはヒストグラムなどを使って各属性の値の分布をかなり詳しく統計をとっており、それによって 術語の選択結果を見積もる。この技法は、個々の術語の選択結果の見積もりについてはうまく、機能する。しかし多くのクエリは、術語の論理席を使っており、例えば、セレクトカウントフロム R、S ウェア、R メイクイコールホンダ&、R モデルイコールアコードなどとなっている。クエリ内の術語は相互に関連が深いことが多い。しかし一般に、 論理席による選択結果を見積もることは非常に困難である。選択結果の見積もりと術後の相互関係を捉えられないという問題により、クエリオプティマイザーは不適切なクエリ実行計画を選択してしまう。これは大きなデータの変更があった時など、データベース管理者が定期的にデータベースの統計情報を更新しなければならない理由の一つでもある。ありがとうございます。